というわけで、ララちゃんがやってきてくれました。いやー、どうでしたか、今年の夏、いいことありましたか？エアコンの下でよく寝てたよ。あんまりいいことじゃないですよね。やっぱり外でアグレッシブに走りたかったんですけどね。まあ、なかなかそうもいかない事情もあったようで、辛い思いをいたしましたね。まあ、これから元気にね、外を走り回れたらよろしいんじゃないでしょうかね。秋に向けて、秋は何をしたいですか？芋掘り。芋掘りばっかりですね。さっきもね、めいちゃん芋掘りって言ってたので、ね、芋掘りいただけ。じゃあ、ミミズ捕まえる。ああ、そういうのはやめた方がいいと思いますよ。あんまりね、気持ちのいいものではなかなかないのでね。じゃあ、芋を掘ってね、それで焼いて食べましょう。トウモロコシも一緒に焼くと美味しいですよ。では最後にご家族の皆さんにコメント。芋はどこだ？まだ育ってないです。以上、中継でした。